続いて当入り口で根室市少年消防クラブ制服交付式が行われ、笹川会長より三木康君と近松明子さんに目録が贈られました。今日は私たちに立派な制服をくださいまして、本当にありがとうございます。これからはこの制服に恥じないよう明朗活発に活動を続け、立派な日本人となり世界を一つに結ぶために努力いたします。あのね、人は一代、名は末代ということ、あなた方も小さい自分からね、お父さんお母さんから聞かされておるでしょう。ね、この世に生まれてきたならばね、世のため人のために善を行え、徳を積むということはね、それがね、あなた方の お父さんお母さん祖先に対するね、ご恩返しである。